トロショメンの踊りは、あまり踊りが豪快な男踊りと、しとやかで流れるような女踊りが特徴。その2つの踊りの静と動が交互に何となって押し寄せる演出も、トロショメンならではです。また、笛を主体とした鳴り物と、踊りの絶妙なチームワークも魅力の一つ。笛が奏でるおなじみの吉野川のメロディーは、昭和48年、トロサマネが東京の日劇に出演したときに初めて演奏されました。あの踊りを京都のお猿さんと考え、世界の平和のために楽しく踊る、トロサマネの踊りをごゆっくりとお楽しみください。さあ、それではスタートでございます。トロサマネを大きな拍手でお迎えください。Thank you.
Thank you.